日本とモーリシャスの関係では、日本とモーリシャスの関係について解説する。日本はモーリシャスを独立と同時に承認。2017年には在モーリシャス、日本国大使館実館が首都ポートルイスに開設された。要人の往来は2000年代以降活発になっており、2019年にはプラビンドジグノート首相が訪日している。一方で、中日モーリシャス大使館の機能は、 在オーストラリアモーリシャス高等弁務官事務所が兼ねている。モーリシャスはアフリカにおいて数少ない民主主義を確立、維持している国家である。また2019年の一人当たり名目 GDP は1099ドルとアフリカでは最も高い部類で首都ポートルイスは金融センターとして優れたビジネス環境を有している。これら特徴を生かしモーリシャスは アフリカの投資拠点になることを目指している。日本は今後のアフリカ投資のインド洋における中継地としての潜在性をモーリシャスに見込んでおり、在モーリシャス大使館の開設はまさにそのための関係強化の一環であった。貿易関係は対日輸出額が9.99億円に対し対日、輸入額は153.8億円と日本は大きく輸出超過。 モーリシャスは大きく輸入超過となっている。対日輸出の主要品目は、魚介類や衣類。対日輸入の主要品目は、自動車、魚介類、自動車関連機器、建設用機械である。モーリシャスにとって日本は、フランス、オーストラリアに次ぐ、第3位の援助国である。経済発展に伴って、経済や科学技術における協力も活発になっており、2005年には日。 モーリシャス技術協力協定が2国間で結ばれた。環境面では気候変動対策、防災分野での協力がかねてよりあったが、2020年には長し汽船の子会社が所有し、商船三井が要船するバラズミ三貨物船和菓子をが、モーリシャス南東沖の産瑚礁に座礁、大量の石油流出が巻き起こった。流出した重油は、モーリシャスの豊かな生態系を破壊し、 経済や食料安全保障、健康にも深刻な影響を及ぼすことが懸念される。ことから、プラビンド・ジュグノート首相が8月6日に、環境緊急事態宣言を発出して、フランスや日本といった交流のある主要国に支援を求めた。その後、商船三井は、モーリシャス支援に10億円を拠出したほか、海安全委員会は現地に調査隊を派遣した。 2017年の大使館開設まで、モーリシャス大使はザイマダガスカル大使と剣割であった。現在では特命全権大使が常駐している。ありがとうございます。